なあ、のんびり修理していて大丈夫なのか？これを修理してすぐに解除しに行けば多分大丈夫よ。ピッツの逆トラバサミは装着後発電機の修理が完了した時に発動するんだよね。そうよ。おい、発動したぞ。大丈夫大丈夫。チェイスを頑張っている味方さんのためにも早く通電させないと。どうなっても知らないぞ。キラーさんがこっちに来てるよ。それなら好都合よ。チェイス中はタイマーが止まるからね。そういうことはまともにチェイスができる人がいるんだぞ。さっきすぐに捕まっちゃったもんね。ちょっと操作ミスしちゃっただけよ。操作ミスというよりそれ以前の問題な気がするんだが。確か10秒も持たなかったよね。あの時はちょっと油断しただけよ。今度こそしっかりやってみせるわ。猫が反応してはいるけど来ている感じがしないね。ここにいれば安心ね。近くで味方さんが時間を稼いでくれているんじゃないか。逆トラバサミを解除しに行った方がいいかも。行きたいけど怖くて動けないわ。あ、通電したよ。ありがとね、味方さん。味方さんが頑張って通電してアドレナリンも発動したのになんかいまいち盛り上がらないな。そんなこと言わないの、味方さんがチャンスを作ってくれたのよ。そうだね。ならのんびりしてないで早く解除しに行くぞ。わかったわ。私にかかればこんなもの一発で、ダメだったな。味方さんが追いかけられているみたいだよ。味方さーん。おい、味方さんが捕まったぞ。そんな、助けに行かないと。これがラストチャンスだ。これで解除できなければ。お願い、外れて、味方さんを助けに行かないと。やったー。ギリギリだったな。早く助けに行こう。了解よ。ナイス。ナイスだぜ、ミンちゃん。でもキラーさんが近くまで来ているよ。なんとかおとりになれないかしら。奇襲攻撃だよ。どこからだ、ちゃーん。そんな、キラーさんよく見ているな。感心している場合じゃないわよ。なんとか助けないと。この音は、破壊だよ。ナイスよ、ミンちゃん。だがこの小屋に地下室があるみたいだ。なんだって。でもこのゲートを開けておけばチャンスはあるかもしれないわ。ああ、エースちゃん、もう少し頑張ってくれ。キラーさんがこっちに来るよ。さあ、キラーさん、私を狙って。ダメだ、ミンちゃんに気づいたぞ。ナイス。ナイスだよ、ミンちゃん。二人を守りに行こう。任せて。さあ、二人とも逃げて。エースちゃんから狙いが変わらないよ。そりゃそうだよな。エースちゃん頑張って。しゃがんでるぞ。こっちに来るよ。ということは見逃してもらえたの？ああ、多分大丈夫だろう。味方さんの頑張りのおかげだね。味方さんに感謝ね。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。やあ、どうもマリサだぜ。デッドバイデイライトをやっていくわよ。トクトク。今回は珍しいパーク構成だね。救助系のパークがないな。私思ったのよ。救助とか治療したりとか味方さんを助けるのはもちろん大事だけど、それ以前にすぐに捕まって味方さんに迷惑かけていることの方が多い気がして、トラバサミを高確率で踏む 4-5 秒くらいで捕まるもんな。そんなことないわよ。そうだよ、10秒くらい頑張ってたよ。あんまり変わらなくないか？まあ、それはいいとして、いいのか？まずはチェイスができないと話にならないと思うのよ。話するのはいいけどキラーさんが近づいてきてるよ。少し離れましょう。この声は、カニバルだね。カニバルか。かなり強いわよね。板や窓枠がなかったらすぐに終わってしまうな。怖いよね、カニバル。よし、一つ修理完了よ。味方さんがまだチェイスしてくれているのかも。なら今のうちにどんどん修理をしよう。了解よ。味方さんか。結構時間を稼いでくれたな。おかげで助かったわ。結構遠いね。みんな修理に専念しているみたいだな。月を見て助けに行きましょうか。あと3つね。なあ、デイビッドちゃん様子を見てるんじゃなくてキラーさんに見られていて動けないんじゃないか。それはまずいわ。早く助けに行かないと。間に合うかしら。厳しいな。見つかったよ。しまった、早く逃げろ。間に合わない。こうなったらロッカーか。そっか、ロッカーに入ればチェーンソー攻撃を防ぐことができるね。だけど感触中は当たり判定があるのと出るのが遅いとキャッチされるから気をつけないといけないわ。なんとか時間を稼ぐんだ。わかったわ。バカ、ここはまずい。しまった。危ない。いける。ナイス。だが逃げられない。ああ。逃げる場所間違えちゃったね。いざとなるとどうしたらいいのかわからないわ。そこはもう経験しかないな。味方さんが救助してくれたよ。ナイスよ、味方さん。こっちも来てくれたな。みんちゃーん。捕まってしまったか。ごめんね。私がもっと早く救助に向かっていれば。結構苦しい状況だね。
確かに大変ではあるが、このマップはキラー側が結構大変なマップなんだ。そうなの？こっちに来ているわね。2階建ての建物が多いから追いかけるのが大変だし、索敵がしにくいから隠密が上手な人が相手だったら下手したら見つけることができずに通電とかもありえるからな。確かに建物が多いと窓枠も多いし、窓枠までの距離も短いから追いかけるのが大変だね。この柵も長いから追いかけるの大変だしね。この柵は近づきすぎると向こう側から攻撃されるから気をつけるんだぞ。わかったわ。あ、板がある。やったわ。今のはかなり危なかったな。キラーさんがついてきてくれたからよかったけど、先回りされていたら攻撃されていたね。気をつけるわ。確かここにも板があったはず。いいね。だが距離が短いぞ。よかった、まっすぐ来てくれたわ。今のも先回りされたら危なかったな。カニバルトのチェイスは怖いね。少しでも油断したら終わりだものね。まずいぞ。間に合わない？あれ、来ないね。チェーンソーの距離を延長するのは手動だから入力失敗しちゃったのかもな。運がいいわね。あ、でもかなりまずいかも。逃げる場所を間違えたわ。ナイス。味方さんが頑張ってくれてるぞ。危ない。うわ。何？デッドハードでなんとか避けれたけど。お、空振ってくれたぞ。背が高くて見えなかったんだね。キラー視点だと結構見失うんだよな。キラーさんには悪いけど助かったわ。見失ったみたいだね。よかった。どこから来るかわからないから油断しちゃダメだぞ。了解よ。ナイス。すごい、ナイスだよ。ああ、完璧なタイミングだぜ。ありがとう、味方さん。あとはゲートを開けて逃げるだけだね。お、ナンシーちゃんが開けてくれているな。ありがとね。味方さんが修理してくれていて助かったね。心音が聞こえる状態で修理するのは大変だからな。味方さんが人気を持って修理してくれて本当に良かったぜ。本当によく頑張ってくれたわ。ミンちゃん助けられなくてごめんね。でもおかげで生き残ることができたわ。本当にありがとう。ミンちゃんに幸運がありますように。でもなんか忘れてるような気がするな。言われてみれば。あ、デイビッドちゃん。あ、わわわ忘れてたわ。どうなった？早く早く。よかった。捕まってはいないみたい。だけど結構ピンチみたいだぞ。頑張って、デイビッドちゃん。なんとか逃げれたみたいだな。上手な人でよかったね。よかったわ。最強パークの一つであるアドレナリンを試してみたくて使ったけど、いいわね。ああ、ピンチをひっくり返すことができるくらい強いな。発動したタイミングも味方さんとの連携がうまく決まったみたいでよかったね。嬉しかったわ。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。